シノルニトイデスは、トロードン科の獣脚類恐竜の属の一つであり、現在のところ単一の種シノーナサイズヨンギのみが含まれている。s ンギはシロアキゼ前期、アプティアン・アルビアンに生息していた。体長は約1メートルほどである。現在の中国、内モンゴルジチ区に生息し、おそらく無脊椎動物や他の小型の動物を捕食していたと推測される。 骨格復元図1988年、中国カナダ共同調査隊は内モンゴル自治区、オルドスボンチで小型重脚類の化石を発見した。タイプ出資のナサイズ4には、下部白亜系、エジンホロ層から発見された標本に基づき、1993年にデール・ラッセルと東園名により命名、記載された。俗名は、ラテン語で中国のを意味すると、 ギリシャ語で、鳥を意味する老乳イオタ、似たものを意味する設備語イプシロンイオタデルタから、派生し、鳥に似た体格を意味している。種照明は、幼少圏に、懸命されたものである。ホロタイプであるアイボップ v 9 6 1 2は、頭骨を含み、関節でつながり、スカルルーフ、いくつかの頸椎、多数の動詞を除くと、ほぼ完全に近い骨格と、他の骨格要素からなっている。 ホロタイプは別のトロードン科の恐竜である名と同じような眠る姿勢、つまり左手に粉部を挟み込んだ姿勢で保存されていた。この標本は生体の個体のものである。人との大きさ比較、シノルニトイデスは比較的小型の飛鳥住脚類である。2010年に、グレゴリー・ポールは体長1.1メートル、体重2.5キログラムほどと推定している。 1994年においてシノルニトイデスは最も完璧な状態で知られているトロオドン化の一つであり、特に郊外についてそうみなされた。しかし、比較可能となる十分な化石資料がなく、ラッセルと等は希少となる特徴を示せなかった。シノルニトイデスの頭骨は細長く尖っている。しかし、体全体からすると頭部は比較的短い。また、 前上顎骨が短い。上顎骨の前方側面にある小さな開口部である前、上顎窓が存在しているが、これはトロードン科では稀である。4本の前上顎骨派と23本の上、顎骨場がある。上顎骨派の前衛には、挙手はない。王城に曲がった公園の小子状突起は小さい。上顎骨派はかなり曲がっている。涙骨には、 眼気性の証拠がない。脳箱では、スーボーティッチリセスが大きい。下顎の先端は、互いの方に向かって曲がっておらず、内側で接触している。外下顎窓が大きい。歯骨、つまり下顎の骨の歯は、かなり尖っていて、前縁に小子状突起が全くない。後縁は、非常にまっすぐである。ホロタイプでは、また骨と15体の腹肋骨のカゴが保存されている。 腕はあまり発達しておらず、上腕骨、尺骨は細い。第3、中足骨の前面上部が、第2、第4、中足骨で完全には覆い隠されていない。第2子の釜状の鍵ギ爪は、トロードン科の中でも、比較的、大きく長い。シノルニトイデスは1994年に、トロードン科に分類されている。一家に示すクラドグラムは、ターナー、 マッコウビッキーアンドネルに従い、原状類の系統樹におけるシノルニトイデスの位置を示したものである。ありがとうございます。